一応じゃあ僕も3つぐらいあって、あのー、まずあの、えー、と名前をしっかり覚えてなくてすみませんイン、エジプトの卓球選手のイブラヒーム・エルフセイ選手あの、口でプレーされてた。で、あのー、もう、ブってないわけですね、口でプレーするっていうブがあるわけじゃなくて、えー でに障害がある最初の脇とかでも練習したらしいんですけどもそういうまくいかないって言ってじゃあって試して口でやってっていうあの今まさにジュリーさんおっしゃったその多様性の中にもあのみんなすごい頑張っててっておっしゃってましたけどもやっぱりそのこのアスリート勉強会っていうと,いうところでも、えー、常にその世界の。 そこそこのレベルでおければ誰かのトップ選手の真似でいいんだけどもう本当にトップオブトップになろうと思ったら誰かの真似じゃなくって自分自身の立てとかいろんなものを掘り下げて考えていく必要があるよねっていうところから、えー、アーツイート勉強会っていうのが、えース,タス,えー、スタートして続いているわけなんですけども本当に自分だったらどうやってこの舞台で戦えるんだろうかってことを突き詰めて考えて立っていくかそこなんだっていうそのオリジナリティー にやっぱりそのびっくりして、えー、ルールの解釈とかからも、多分いろんなことを考えられると思うんですよね。なので、そこのあのいろんなところでびっくりする、それだけでもびっくりする材料がいっぱいありすぎて <laughs> ですよ、ねはい、ですあとは、あのそれはもうあちこち話題になった、あのもういそじで金メダルを取られたあの杉浦選手ですよね。はいあの 最年少記録は作れないけど、最年長記録はいくらでも作れるという <laughs> ところもそうですし、そこであの先ほどの卓球選手のプレーの仕方っというところでの多様性だけじゃなくって、年齢の,あの概念というものもうこの一言で打ち崩してくださって、それでせっかく今回ね、次のオリンピックまで3年なんで。 オリンピックで今回で引退しようと思った選手も、これを杉浦さんの言葉をきっかけに、もうちょっと頑張ってくれないかなと思ったようにするぐらい、すごいもっともっとクローズアップして、いろんなでスポーツ関係だけじゃなくて、もう社会全体に、えー、もう、同感という起爆剤になれるだけの力があることをしてくださり、発言してくださったなという印象を持ちました。はい、あともう一つがユニバーーサルリレー ですね、これはもう花岡さんに、えー、のね専門だと思いますけども陸上で男女一緒でもって、えー、4つの障害で、えー、リレーしていくっていうあのまさにそのワ,ワンチームっていう言葉はここでも、えー、当てはまるかなというふうに思ってただそこにあのー もうその中に健常者という言葉がふさわしいかどうか分からないぐらいなんですけども、えー、一般の、えー、短距離の選手っていうのも、加われないものかなっていうところで、ちょっと羨ましく感じてしまったっていうところが、えー、僕の印象でしたね。なので、まあ、難しい部分もあると思いますけども、どっかであの一緒にプレーできるあの体験ではなくって、もうもう同じ土俵でプレーできる場があっても、 いいかな、できたら素晴らしいなというふうに思って、えー、思った次第です。はい。ではそんな感じで今日進めていこうと思います。よろしくお願いします。